はい、というわけで今回は、こちらになりますかね。スーパーカブね。スーパーカブでございます。で、スーパーチャンネルじゃないですかね。あれは昔あったニュース番組でございますけど、これはね、スーパーのカブというわけでね、こちらでございますね。まあご記憶の方もいらっしゃるかなと思うんですけど、これがね、スーパーカブって言ってね、非常にこの方のカブってね、丈夫だったんですよね。何しろ今から考えるととんでもないことするんだと思うんだけど、3階のね、ビルの上からね、こう、カブを落としてみるっていう、そういう CM があって、で、そこからドザーンと落っことしても、全然壊れないし、エンジンも全然異常がないと。で、平気でブーって走りますよ。まあ、それぐらいの衝撃を受けたとしても壊れることがありませんと。まあ、30キロっていうから多分60キロぐらいの速度で壁にぶつかったっていう想定したんでしょうね。で、60キロぐらいで、時速60キロぐらいで走って壁に衝突して、こう、すると普通だったら壊れちゃうじゃない。でも壊れることもなく、まあ、破損することもそんなになく、エンジンかければ、普通にエンジンがかかって動きますよ。すごい耐久性をアピールしたんですね。で、そんですごい同時に耐久性が強くて、50万キロ走ろうが100万キロ走ろうが平気ですよっていうね。だから、いまだに現役で活躍してますよね。で、こう、なんていうんだろう、カブっていうとさ、なんだろう、まあ、こういうお蕎麦屋さんでね、使われていたりとか、あと新聞配達ですね。あと、郵便屋さんとか、まあ、そういったところでも使われる。非常に、まあ、バリエーションが豊かで、万人に愛されているものですね。私も一時期、カブにね、車の免許持ってもらね、国付きの免許持ってて、それでカブを買って乗ってたんです。3万円で買ったかな。安かったんですね。で、3万円で買って乗ったんですけど、ちょっと自分にはちょっとちょっとやっぱり気に入るデザインじゃないかなと思ったのね。まあ、バイクのことはよく知らないくせにさ、まあ、そんでもさ、なんか気に入ったデザインのやつが欲しくてさ、でも当時はまあ経済的な方がいいですよとか、なんだこうって、親父に言って、ブックとかそういうのが、まあ言ってさ、じゃあしょうがねえなみたいな。でも俺結局それ嫌だったね。いくら経済的にっつってもさ、やっぱり経済的っていうよりもまず大事デザインだろうと思って。で、そんでやっぱりそうだった。だからこうブワーって乗っててね、ちょっとこのピラピラしたのがちょっと自分にとってはちょっと実写ですよ。実写として自分がちょっと乗っていくにはちょっとピラピラしたのかなって。で、そんで曲がるためにピッコピッコとかね、昔あったじゃん、音がすっとぼけた音が出るので、あれがちょっとなーみたいな、なんかおじいの、私おじいじゃないんだけどみたいなさ、そういうの。だから結局それの、でもこれ乗ってて3年ぐらいかな、乗ってて手放しちゃいましたけどね。またバイク屋持ってて、やっぱこれ自分にはちょっとなって感じで、ちょっと違うやつになりましたけど、まあでもよく仕事場にそれで行ってたからね、福祉の仕事場でバイクでブーって行ったり来たりして、毎日のように来たりとか書いたりしてたから、結構思ったよ。ちょっと転んでしまったなんてこともたびたびあったけど、まあ、それでもね、全然壊れなかった。びっくりだったね。普通こう転んでしまったりなんかして壊れてしまったりすることなんだけど、全然壊れないもんね。で、1回だけこう動かなくなって、それはチェーンが外れちゃったんですよ。まあ、それぐらいだったな、故障が。チェーンが外れたぐらいで、ほとんど壊れることなかった。まあ、こういうお蕎麦屋さんとかでもね、よく見かけるけどね、こいで、はい、出前一丁っつって、こうやってね、ガシャってこの上から外してね、ドボンドにするんでね。これの上で、蕎麦屋のやつもよく作り込まれてるよね。どんなに角度で、これバイクってこうね、スピードによっていろんな角度にこう曲がったりするじゃないですか。でもそういう時に対応、曲がったとしても、まあ、ちゃんとした機能する、対応できるっていうことでね、素晴らしいお車でございましたよ。まあ、今から考えるとね、こう、これもこれでこう時代を感じるって、でなかなかいいんじゃないかなっていうふうにね、思いますけども。なかなかいいですね。これ今いくらぐらいになってんだろうな。まあ、それなりにやっぱりちょっと高くはなってるんじゃないかなと思いますね。というわけで、どうもありがとうございました。